think that's an interesting thing. This one piece will make 52 layers. Watch on mobile devices or the big screen, all for free. No subscription required. Download Veely now.憧れる対象になると思うし、やっぱりミハンやと思うのですけど、うん、ちっちゃい時に知ってるお姉ちゃんが舞妓さんになったって、で京都に会いに来たことがあったんですけど、その時に会うてもすごい綺麗で、もう絶対なろうと思って、まあ、一番娘盛りっていうんですかね、女性の一番いい時でしょうし、そういうふうに、まあ、あの男性に対してね一生懸命こう尽くすというね、昔からのそういう、ね、ノスタルジーみたいなもんがありますね。そういうとこで可愛いんだけど、まあ、なんか、まあ、いい女になっていくんだろうなっていうね、まあ、こうそういう願望もあるでしょうね。綺麗なね、着物着へてもうて、白塗りしてもうて、まあ、みんなにね、こう綺麗やな言うてもうて嬉しおした。どれぐらいお使いになったと思いますか？そうですね、日本の金にしたらやっぱり少なくとも 2,3 億は硬いでしょう。 2,3 億以上でしょう。外国の金でいけば 2,300 万ドルでしょうね、そのくらいになりますね。40年近いですから。
客さんでは 何歳ぐらいの人が多いの？50、60歳ぐらいの方やったの。50、60歳、10年そうだね、10年の、うん、おじさん、うん、おじさま方若い人は少ない。そうですね、結構少ないですね。大体お客さんって言ったらお父さんより年上の方ばっかりで恥じらいもなかったら舞妓さんとか芸妓さんいうのはやっぱは飽きまへんしね。でこうちょっと嫌やなって思っても嫌な顔一つできしまへんのが、涙見せてもいけまへんし、笑顔を耐えたらあかんいうのも、こういうのお商売に携わってる人はみんな一緒ですわね。そういうのはやっぱ男さんにね、楽しい遊んでいただかないかんお商売ですわね。こんにちは。お元気ですか？家にももうずっと帰ってないですね。今年の年末には多分帰れると思います。実家まだ出て1年間は帰られへんし、やっぱり最初はすごい寂しくて、自分からはまだ帰ってへんし、やっぱり帰りたい。と思う時があります携帯帰んねん。ああ一回これ入れてんの。でももう番号変えてないの？うん、番号変えたら、うん、何やねん。それがなんか向こうで何がしたいって言ったらなんかな、ね、あれもないとあれできんね。うん、ないともう過ごしていけないな、うん。そっか、なんだろ、携帯の格好やろな。うん、そうやな、あんま意識してそうやろな。どうな格好やろ。うん、全体的に変やね、うん、この格好自体この頭何って感じ。そう、着物を引きずってるとこれも変やろ。舞妓さんとかっていうのが着物とかも好きやったし、ですし最初母親の方からこうなったらどうって言われたんですね。でそのでうちもまあちょっとはやりたかったし、でだんだんこうやってみようかなっていう気持ちになって決めたんですけど、
この世界の常識と非常識っていうのをやっぱ他のうちの学生時代の考えとは全然違うから、あーこの間ずっとこうせなあかんっていうのもこう全部自分で考えて、それも間違えてる時もあったし、お母さんお気に、お気に、お母さん姉ちゃんお気に、お気に、お気に、気をつけてね。お着物着た時が一番イメージっていうか自分の気持ちの中でもやっぱりビシッと本名は違うのね。はい、うちはちょっと本名はなんて言うの。本名はかよう。いつもみんなから見られてて、なんかみんなの前にいんななんていうような気持ちになったことない？みんなの前、それってどう思う？常に見られてるし、お仕事やと思って。会っても会う時間がないし、会う時間がないんやったらやっぱり舞子さんの間はあまり作らない方がいいのかなっても思うのですけど、でもやっぱり欲しいです。そういう困ったお客さんで悲しい思いしたこととかある？悲しいと思ったことはまだ大変です。大変やったこととか？すごいベロベロに酔ったはって、うわーってなんか上から覆いかぶさるような人もたまにいはんのですけど、そんなんね、やっぱりうちら頭があるしお衣装も汚れるし、そんなんはちょっと大変ですね。Thank you.
あの今はもうお小遣いっていう、お給料えなくお小遣いっていう程度のもんなんですけど、そのあのまあお客さんがこうまあお茶屋さんの方に払わはりましたろ。お茶屋さんとまあ置屋さんがどう分けはんのかうちは全然分からへんのですけど、まあこうまあ置屋さんの分まで行って、でうちまでは別に流れてはきひんのですね。高いお値段ね、うちらお値段のことはねもう全然分からへんのですけど、うん、ただやっぱり来てくれはったら嬉しょうす。毎日自分の時間が売られたり買われたりとかするっていうのをなんか不思議に思ったことない？そうですね、思うのですけど、でもなんかもう言われるがままに動いてるし。Thank you.
ぱり一番年が近いし、なんかお部屋も隣同士やし、みたいな、なんか一番やっぱり部屋の中では気が合うみたいでいつも、うん、一緒に。ここは神さんと違うの。でもあの舞妓さんのとも言わない。舞妓さんがあの、まあ、バージンですよね、もちろんね。それを最初の、まあ、男になるというね、旦那さんがそういうことを、まあ、水揚げって言うんですけどね、最初の男になるっていう。でまあこれはあの、まあ、それは、まあ、あくまでもプライベートですから内緒にはされると思うんですけどね、うん。100万かかるんですよ、まあ、200とか300ぐらいかかるんですよね。だから金がかかるから、まあ要するにそういう処女の女性いわゆるを提供するという名目において結局あの旦那に出してもらったという話を聞いてますけどね。ですね、まあ、面倒を見るということには多少これは抵抗がありますけど、まあ気量のいい人たち、特に気量のいい人たち、着物なりあるいは踊りの会に、まあ、協力してあげると。それでその方々何人？そうですね、大体そういう方は約10人ぐらいじゃないですかね。まあ、それも言わなきゃいけないかな、やっぱり、うん、そうですね、有名な人はおりましたよ、豊一代さんとかね、いろいろと、まあ、他にもいっぱいおりましたけどね、勝野さんも読んでた時代あったと思いますよ、16ぐらいじゃないですかね。で上山さんはおいくつぐらい？私は56ぐらいでしょう。どうなんでしょう。早めね。今日映画見に行くのメインなんだ。誰と？石原さん。最低なんだ。まだ決めてない。うん。こっちもついて。さよなら。あなたの宴会だから。今日どこ行くと思う？アイシハツさんあくまでだ。じゃない。誰？知らないけど。誰？あくまでって6時から来るような人知らない。私。一人と。ちょっと宴会行ってその後誰か来る。大丈夫？やだ。ゆきも宴会行く。あなたはお留守番してて、私が代わりに行く。鍵見せます。お嫁さんはそういうことで合流してたっていうんですかね。そういう方ですね。で、まあ、プライベートですから上山さんがどの芸妓さんがどうのこうということはあの我々は知ってますけど、ちょっとこういう公の場所ではあんまり言わないというのは一つの仁義みたいなところがありますから、時にはそのなんか何人かの方とどっか遊びに行かれて、ありましたよ。
うん、まあ、そういう似たことはありますよ。あるけど関係は持ちません。はい。それはなんででしょう。なんでというよりね、やはりまあ関係持てばね、男ですから子供できることもあるでしょう。昔のいわゆる二の舞になりますから、そこは辛抱しないといけないと。着物姿のこの襟足ですね、この後ろのアップしてる髪のね、あこはやっぱり一番色っぽいのと、色の白さ、匂いもいいですしね、でこう柔らかい言葉遣いね、でこうそういうなんていうかなやなやしたとこですね、ああいうとこいいんですね、にゃっとしたとこ。どういうお客さん、すごいなんか子供さんのいるお客さんとかは、ひなちゃんがすごい子供みたい、自分の子供みたいで可愛がらはるし、なんかようね、歌とかでも可愛らしい、歌歌ってはっても可愛らしいとか言わはるし、すごい自分の子供みたいな。はい、大きい声で。しんどくても我慢してのどす。なんか寝てしまったこととかないちょっと弟お稽古場で待ち時間とかにちょっと弟して怒られたりとか二人とも、いやたまにでもやっぱり眠たいとすごいしんどいのどすけど、でもお稽古は行かなあかんし頑張って、だけど京都の芸妓さんはやっぱり一段高いところに泊まってるんじゃないか思うよ。いや、人やかさとね、それまあ、だけどな、僕らは京都の芸妓さん買うようなそんなあげるな身分ちゃうからわからへんけどね。明日もやでこれは。うん。うん。
たいなとか思わはります？いやーノ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 ー、いやもうこれこれマネマネがマネ、我々のそのマネ遥か彼方に彼女らおるよマネそんなマネがあの京都の芸妓さんほどお付き合いしてもらうような我々のならないからそういうことや。だけどそれはいっぺん京都の芸妓さんで本当にこういうシーンを撮ってほしいなという感じはもう最高にありますよ。これ見てくださいよ。やっぱりね、この年齢ではなかなかお目にかかれへん方にね会えたり経験できひんこととかもねできましたしね。例えば常陸宮様にちょっと一度ねお座敷でお目にかかったことがあるのですけども、英語で言うたらまあパーフェクトな芸妓さんになれるように頑張りたいなと思います夢どすけど、こういう舞妓さんになったんやから、まあそれはしょうがないことどすけどね、やっぱりそのそうですね、もう舞妓さんっていうのは、まあ、365日の中の340日ぐらいはこの舞妓さんの格好してるわけどしゃん。せやし、もうほとんどがあの格好やけども、やっぱりその本来の私はあのこうなんだぞっていうのがあるし、そのやっぱりその舞妓さんっていうのはまあ仮の姿っていうかね、あれやからやっぱりそのうちを見てほしいっていうかね、
出口が受付になりますので、こちらの紙と、そして1200円になりますけれども、1200円添えてお出しいただければよろしいかと思いますので、お願いします。はい、ありがとうございました。ちょっとそのままです。ちょっとなんか微妙だってされるみたいな。そのままさん入ったらください。では、お取りします。1、2、6、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、観光客の人もこうやって初めて来てくれはったんし、まあ、うちらもねこう観光客と一緒のようにこう一緒に写真を撮ろうっていうそういう感じなんですけどね。一応帰らさせてもないねんけど、あまり長くは無理やね、うん、長くても3泊ぐらいやと思うねんけど、ね、うん、来るからね、うん、やっとまたはっきり分かったら、ね、うん、で多分ももちゃんとね一緒に帰ると思うしね、うん、うん、今度ももちゃんの後にホームステイほら、うん、なんか帰るって言ったはった、うん、うん、ね、もうすぐ帰れるけどね、と、うん、10月はするよ。ね、うん、5、6、7ぐらいやったと思う、確か。あ、もう決まっとうとね。なんかね、そしたらね、うん、一回家に帰らせてあげるわって言うたはってんけど、あんた、うん、もうそしたらめっちゃ嬉しいとか思って、ね、うん、もうね、会えもって、会えないもんと思ってる、うん、そうそう、あの、JDJDC さん、今から宴会なんですけど、誰に会わはるのかはご存知？まだ全然分からへんのです。まだ行かんとそういうのは全然分からへん。もしもね、あんまり好かへんようなお客さんやった場合は、うん、どういうふうに対処してる？またそういうふうに思ったらもうものすごい嫌になってくるし、またその人に合わせた、うん、こうおしゃべりみたいなことをして、うん、あんまりこう気に入らないってことは出さんように、うん、してます。芽衣子さんとか芽衣子さんはまあ男性に尽くすというねタイプですね、うん、で我々のうちらの女房はもう全然尽くしてくれませんから、最近はいろいろ女房を助けていろんなことやってますけど、まああの 橋一つね、あのさあ何でも旦那さんの方のね、もう昔の男のスタイルでズボンはまあね脱がしてくれる、畳んでくれるね、もう背中流してくれると、そういう全てがありますね。そういうことをやってくれるマナーがありましたけど、もうそういうのは女房はしませんね、今は全然ね、そういうことはね。奥様はあの旦那様が祇園に行かれることを心配なさったりとかなさいませんか？女である以上心配しない女性はないと思います。これは商売人のやはり女房として
割り切ってもらわんといかんとこちらが想像します。まあ、私の家内は比較的ボーリングが上手でしてね、かなりボーリングに私が祇園町に行ってた時には行ってたようです。だからプロもよく知ってます。そのくらい上手です。やっぱりこうちょっと一枚壁を置いてしまうというか、いちいちお客様にね、あの結婚したはんのどすかってうちらが聞くわけでもないし、そういうことを別にあの聞くようなあのとこでもおへんしね。でもう別に一応こうお仕事と割り切ってますし、そんなに変やとは思ったことおへんね。で男はまだ遊んでない男はやぼくさいだと、まあ、あまり女房には遊んでる話はしませんから今日もお付き合いで疲れたっていつも帰ってきてますけど、じゃあ全然ご存じない。あまり こっちが辛いこと話はしてもいいことした話はしないですね全然宝くじでも当ててまた遊びやからどうもこんにちは。どうもどうも。どっちがその湯さん、どっちがその湯さん。うちです。こっちは、はい、ゆいちゃん、はい、うん、ご苦労さんね。君とは、ね、どうも、うん、これも大抵1日に1本か2本ですが、毎日毎日ここでこう毎日ほんまに体に思ったね。予告まで来たねえ。大将ですよ。大将ですよ。町元ですというか誰か。あと何ですか。ありがとう。全然見しました。そうか。あんまり詳しくないですね。ほんまに、ね、名前で、ね、言ってもたらあ分かりますって言うて。十や二十はこういうとこ出ておかしまえ、うん。全部4人でマス目で。飲みたの食べました。パンス1枚、うん、全部抜けと。パンツ一枚です。暑いです。パンツ一枚。うどんの汁からだけ。みんな腹減ってる。から正面胸熱いんですよ。だってまあ私が一番貧弱。陸上部やから。いや、言い方したらじゃあ。筋肉で。ここから見てもわかりますよ。だから相撲にお相撲さんになっとった横綱になっとったかもわからん。バランスよね。どうしてもね。すご
こうしたらもう、クリニックまでのことでしょ。ギャングだね。レビューネルション。顔は赤ちゃんみたいな顔しとく。こんだけ努力をしたというそんな顔はしとく。持ち方は持ってますね。持ってる。それでピュッと押すの。だってね、これ持ってる、これ持ってるよ。動くのはこれだけだから。これでピッとこっちを、ピッとかやらなきゃ。内側にするの。内側、これでこすらなきゃから。おお、やったねやったねやったねちょっと怖かったけどね。そのお客さんの前でね、心あるでしょ。もう燃やしてもいい人だけの前で。あれどすね、またその奥さんのことはね、あのうちが考えたら、またお客さんの方もね、もしかして分かるかもしれへんし、そうなった、うん、奥さん忘れたいんじゃなくて、うん、奥さんもうそれはものすごい好きやと思うんですけど、しかしこの年までこうしてお酒飲めてね、あなた方の顔を見られることは私はね、非常に神に感謝してます。いや本当ね、いつもこんなええ話聞かせてもらって、あなた方の顔を見ながら水泳もして、お酒も適度に飲んで行って、例えば僕は案外人間から長生きできるんじゃないかと思いますよ。それはもう今からだし、全然もうノーセックス最近は。いやそんなことしてたらあかんで、そんなことしたらあかん、そんなことしたらあんた井戸じゃないけども、あんた水が出ようになるからどんどん使わなあかん、使わなあかんね、もうあるもん使わなあかん、何でも使って、もう最近ゴミ出しますわ女性は。そうですか、ちょっと頑張っとくやっしゃ。こなるっていうのはまた芸者の自分からこうなの、そこがまたおかみとか。7月にママとかおばあちゃんとかに見てもらわなあかんから恥ずかしい。頑張らなあかんね。加藤ちゃん全然恥ずかしくない？だね、恥ずかしいって言ってたらね、踊れへんしね。毎日踊らなあかんし。慣れた？慣れた。自然に慣れるよ。ならへんとしても、行儀悪いから、行儀だけちゃんとなるから習っときやって。いやうん、結婚したいなとかそういうことは思ったことありますけどね。そうちょっとちゃんとした円満退職みたいなのは憧れますけども、パーティーとかでね、結婚式とかね、あのたんまに寄せてもらうことがあるのですけど、そういうの見てるとほらね、羨ましいなとか思いましたんか。そういうので、いやええなと思って、いやうちもウェディングドレス着たいわとかでこうね、あの好きな人とね、やっぱりこう一緒に生活できたらええなって憧れとすね。礼儀正しくて、そしてまあ、 あの夜遅くなってもそんな眠たい顔もしない、あくびもしない、もういわゆる全てが完璧ですね。そして気がよくつく、タバコがもうちょっとその灰皿がたまったらすぐ帰る、ね、要求にね、自分から積極的に動いて全てをすると。ただ彼らはそういう教育によって作られた、まあ、神経の通ったロボットであると。